こんにちは田中です私ですねフリーランスで構成作家リサーチャーライター翻訳家などをやらせていただいてるんですけれどもこのチャンネルでは私が普段目にしたニュースであるとか私が普段生活していて思ったことを年々共有していくっていう趣旨でやらせていただいてるんですけれども今日のトピックは「信用してはいけない人の特徴」っていうテーマでお話しさせていただければなと 思っておりますえっとですねあのまあつい最近の話なんですけれどもとある暴露系インフルエンサーの方が、えー、住居侵入の疑いで逮捕された、えー、っていう、えー、ニュースが出てまして、えー、何でもそのニュースによると江戸川区の住む男性の宅に無断で侵入して居座っていたっていうような疑いがかけられて不法侵入だと。 ようなことで住居侵入ですかね、えー、というような容疑で逮捕されたということなんですけれどもでその方があの、まあ、その方というか、まあ、逮捕した後に分かったというか僕もあのちょこちょこ、えー、調べてて分かったことなんですけどやその方がある一つのアカウントを運営していてそれがそ暴露系の、えー、なんていうかその えー、SNS というか、えー Twitter えー、X のアカウントで、えー、そこの、えー、人は、そこの運営している組織というか、えー、何人かで運営してたらしいんです、そのアカウントを。で、その中の複数人が捕まったっていうことなんですね、逮捕されたっていうことなんですけれども。で、まあ、その方が、えー、普段結構、その、義族っていうんですかね、正義の義と書いて、族と書いて、えー、海賊の族ですね。で えー、的な、えー、活動されてたんですよあのまあ悪をとっちめるじゃないですけれども、えー、なんかこう、えー、反射的なことをしている、えー、人とかあの違法なんかこう汚いお金の集め方をしている人であるとか、えーまあ、例えば他にも、えー、事件の裏とか暴いたりとか。 なんでこんなこと知ってるのとか何でこんなつながりあるのみたいなことを、あのー、結構、えー、暴露する方なんでもうすごいネット上で、えー、人気を集めていたらしくって、えー、僕もちょこちょこそういったのその方の発信を見ていてそのアカウントを運営されてる方々の発信を見たことはあるんですけれどもでまあその方々がやってたのがそういったそのまああのーまあ、根本はそういったその、えー、なんか反射っぽい人たちであるとかそういった もともとががにおわ,わせた人なんで別に自分たちはいい人ですよって言ってるわけでもないんですけれどもまあ一方でその保護猫の活動をやられてたりとかあの路上生活者の方々に対する炊き出しとかもえやってらっしゃったりしていてなんかすごい慈善活動とか社会福祉活動にも従事されてたんですね。そこはすごい僕自身はすごいなと思ってたんですけれどもでまあある意味そのなんか こう、ダークヒーロー的な立ち位置になったと、ネットの中でその、そういう部分でなんかそう、聖者じゃない、聖人なんじゃないかみたいなえ扱いをとか、なんか持ち上げてた人とか、めちゃくちゃいい人だとか、えいうふうに持ち上げてらっしゃった方とか、えなんかすごい多数いらっしゃったと思うんですけれども、 僕自身はそういった活動とか全然できた、したことがないし、できたかったんで、できたことがないんで、今までの人生。そこに関してはその保護猫の活動であるとか、女性活動の竹出しであるとか、すごいなと思っていて、純粋に尊敬はします。で僕自身も、あの、まあ、そういうのに、あの、軽はずみな気持ちで、えー、携わることっていうのはできないなって思ってるんで、えー、まあこれまでに一つもやってこなかったんですけれども、 というかその興味本位で手を出すべきことではないなと思ってたので。えー、なので、まあ、そういった活動されている一方、このような逮捕につながってしまったと。で、その、ただの住居侵入かというと、そういうことではなくて、何というか、今、闇バイトとかで賑わせている、えー、特流、えー、流動型、えー、流動型の、えー、犯罪集団、えー、というのの中小で特流っていうんですけれども、えーまあ、つまりその、 ね、SNS とかで、えー、募集して、えー、実行役を集めて犯罪を繰り返させるあの匿名流動型犯罪グループっていうような、えー、指示役が匿名を,な匿名,を名乗って、えー、実行役を集めて、えー、それでまあ強盗であるとか、えー、受け子であるとか出し子であるとか、えー、そういうようなことをやらせていくっていうような、えー、グループのとその、えー、今回逮捕された方々が関わってたんじゃないかと。 むしろその中のメンバーなんじゃないかっていう噂も立ってるぐらいなんでまあこういったニュースを見てまあ報道を見て私ちょっと思ったんですけど別にえこの方々だけの話じゃないんですけども以前にもありましたよねなんかあのえ新宿とかでその何でしたっけ今その立ちんぼっていうんですかねえこう 大久保公園とかの周りに集まっている少女の方々そういった方々東ー横でしたっけ東横キッズみたいな方々を支援していた方がいらっしゃってすごい金髪のその方がもうんかこう強制わいせであるとか性交みたいな容疑で逮捕されてましたよね後に。 でまあその方もすごく成人扱い成人のような人だといい人だというようなイメージもすごく伝わってらっしゃってまあすごい会見は派手なんですけれどもっていうのを見るにつけ僕ってそのあのどういう人を信用すべきなんだろうかな何なだろうかってちょこちょこ思ってたんですよねなんかこうえー 僕自身が今思ってること、つらつらとお話しさせていただきますと、あの、なんていうか信用しちゃいけないというか、信用しちゃいけないというか信用をするのに対してかなり、もともと人は慎重になるべきだと思うんですよ。人を信用するかしないかにあたって。あの、すごく、あの、もう、ちょっとした友達とかでも、 あのまあ何年も1年2年と付き合ってみてなるべくいろんな経験をしてみて初めて信用するとか心から信用するとかそういった形になっていった方がいいかなと僕は思うんですけれどもただですねあのまああんまりちょっとこの人は信用すべきなんじゃないかとか距離を取った方がいいんじゃないかっていうような人の特徴いう がちょっとあの僕の中で見えてきたのであくまで僕の意見としてお話しさせていただきますけどそういう人って今挙げたみたいにあの社会福祉活動とかさとか、えー、やってるような気がするんですよねそういう人ってあの今冒頭で申し上げたようにあの炊き出しであるとか保護猫であるとか あのまあお二人二人目の例で出した時には、えー、なんかこの少女を恵まれない少女を助けるとかそういった活動はすごくいいと思うんですいいと思うんですけどそれを隠れみのにしてる気がするんですよねそういう人たちってもちろん多くの人はあのちゃんとやられてるんですちゃんとそういった慈善活動であるとか えー、路上困窮者の支援であるとかっていう活動をやられてらっしゃるんですけど多くの人は。た,ただその中の一部の人たち一部にそういった慈善活動を隠れ蓑のにしているような慈善活動をやってるからなんかこう、えー、多少の、えー、他でやってる悪いことっていうのを、えー、見逃せじゃないですけどなんかそう言ってるように見える。 えー、なんかこうそれを、えー、表に出すことで他の、えー、悪いこととかこれまでにしてきた数々の行いをこう、えー、なんか薄めてるさせてるような、えー、人って多いよなって、えー、僕自身実際思うんですよね。でそういう人たちってなんかこう日頃の口,口の悪い感じであるとか、あのー、派手な外見であるとか。 そういった活動が実はこんなこともやってますみたいなこう炊き出しであるとか慈善活動であるとか寄付とかでも何でもいいんですけどそういったことをやってることを公表することによって何ていうかなんかあるじゃないですか不良がいいことしたらなんか評価がずっとそれをそのいいことをやってる人よりもなぜか上がるっていうようなその効果が起きてないかなって思うんですよね。で なんかそういったギャップを見せられてしまうと、人って信用してしまうんですよ、その人のことあ、めちゃくちゃいい人だ。なんかすごい悪い印象を与えられて、あ、この人めちゃめちゃ悪い人だって思わされて、その次にそれを逆転するレベルのいい,い,い印象を与えると、スッて人の心とそっちに引き付けられちゃうんですね。っていう効果があるんですよ。っていうのを、 まあそういう人たちが今回逮捕されたような人たちとか僕が例に挙げた人だような人たちが意識してやってるのかやってないのか分かりませんがえそういったことをやって人の心を人心をコントロールじゃないですけどえ尊敬を集めてるんじゃないかなと僕自身はちょっと思ったんですよねなのでそういった人にはあのやはりそのかつに信用すべきじゃないなと思いますねあの近づいたりとか やっぱりその表面上こう悪そうに見える人って偏見じゃないですよ偏見じゃないんですけれども僕自身ももしかしたらそう見えるのかもしれないですしやっぱりそのどこかにすねに傷はあるものではないかなと僕自身は思っていてそのスネに傷っていうかに傷程度じゃなくて何というか一般の人のスネに傷程度じゃなくてすごいちょっと大きめのあざであったりとか。 えなんかこう骨折レベルのものであったりとかっていうのがあるんじゃないかなって思うからえなかなかですねえそういった人にあまりこうすってえなんかそういった人の発信であるとかっていうのをあまりこうまともに受け取ったりとかえ信用しようとしたりとか。 えなんか簡単に浮かずにいい人だって思わない方がいいんじゃないかなと僕自身は思っていてでそういう人の特徴としてさらに上げるならば「のそのいいいここことととしてるっぽをさらに言うわけですよえ今日は保護猫何匹集めました」でもうよく見てないんで僕分かんないんですけども「炊き出しをしました」みたいなバーンて写真上げてそれを何回も何回も上げたりとか。 でそうやって徐々に徐々に人を信用させていくというような方法をとったりもすると思うからなかなかですよねなんか本当になんかこう人のことを思ってちゃんとやってる人ってまあその人たちもえまあ今回逮捕されてしまったような方々も,もうちゃんとそうあの人のことを思っているか社会のことを考えてやってらっしゃってると思うんですけれども思うんですけれども本当に えこう普段からえしっかりもその人たちも普段からやってらっしゃるとは思うんですがあえてその上で言わせていただきますとあのやっぱりえその普段からしっかり活動されてらっしゃる方ってそういった事前活動とか社会福祉活動とかなんかこうことさらに喧伝したりはしないなって思うんですよねむしろそれが当然だから当然の日課のごとく当然の習慣のごとくやってると思うんであの なんかこう、無理に SNS でアピールしたりとかもしれないし、なんかこう、悪そうな格好もしてないと思うし、してる人も一部いるのかもしれないですけれども、あの、なんか、でもやっぱりその、文面から漂ってくるものが違うと思うんですよ。ちゃんと SNS とかを見てたら。なので、その、裏がある人はやっぱりその文面とか、風貌であるとか、差別するつもりじゃないんですけれども、 そういった部分にはちゃんと現れてくるものは現れてくるんじゃないかなって、えー、僕自身は、えー、思ってますよね。なんかやきにその、えー、芸能界であるとか、えー、こう、事件の裏とか知りすぎちゃったような人ってやっぱり何かあると思うんで、そうですよね。なんかこう、うん、こうあんまりその、成人に祭り上げたりとか、 いい人だって思い込みすぎたりとかしない方がいいしそういったすって信じちゃうような人やっぱりその言葉を選ばず言えばその詐欺であるとかそういったものにちょっとかかりやすいんじゃないかなって僕自身は思ってもいるんでなかなかこう話半分にそういった人を出はったら話半分に聞くようにしていった方が僕自身はいいんじゃないかなと思っていますよね。あともうううつそういう人の 特徴としてなんか物腰柔らかいところがあるんですよ。なんかこう風貌と不釣り合いな言葉の丁寧さっていうんですかね。なんか違和感感じるんですよね。なんかすごい、えー、ヤンキーっぽい格好してるのになんかすんごい。眉毛が細くってすごい。派手な格好しておとンとかしてるのに、話し方がやけに丁寧だったり。しないですかね？そういう人って。 なんか僕自身が経験じゃないですけども見たところうわっちょっとこの人まずいなってセンサーが働く人ってそういう話し方をするんですよやけに言葉遣いが丁寧で敬語を知ってて腰が低くってでこっちを立ててくれるんですよねまあそういったことを素でできる人もいると思うんですけどももちろんその人たちも素でやってると思うんですけども で僕自身はそういった言葉丁寧な言葉遣いっていうのがあんまり得意ではないので敬語とかもあのちょっと話し下手だったりするから、えー、得意ではないんですけれども、えー、まあそういう人たちを見ると、まあ、ちょっと羨ましい感じもあるんですけどねそういったスキルがあるっていうのを反面ちょっとこの風貌でこの話し方するんだっていうふうにちょっと思いますよねでそういう人たちをまあよくよく掘ってったりとか僕リサーチャーという仕事なんで よく、えー、あの裏取ったりするの好きなんですけどよく掘ってったりとかあのー、まあちょっと距離を置いてじーっと、あのー、第三者として観察してたらやっぱりなんか裏があったなっていう経験が <laughs> え経験というか、えー、見たことが結構多いです別に経験というよりかはその報道とかを打てたりとか、えー、した感じなんですけれども。 えーまあ、そういう経験もあるんで、皆さん、その、えー、皆さん、えー、そうですね、その、えー、事前活動とかをちょっとたら懸念してるような、ちょっと派手な人で、身、えーえー、なりが派手な人で、話し方がやけに丁寧な人だったり、えー、いう人には、ちょっと、えー、気をつけるようにした方がいいんじゃないかなと思っております次第です。これ、ちなみに僕の偏見なんで、あのー、これを信じるかどうかも皆さん次第ですので、えー、その辺は、重々お見知りおきくださいませ。 この動画をご覧いただきましてありがとうございました。もしこの動画が良いと思われた方は高評価並びにチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは。